こんばんは、ふさおでございます。さあ本日も引き続き三軒ランドやっていきたいと思います。いや、まさかの手動ポンプとは思っておりませんでした。自転車の空気入れと同じ原理だって言ってコメントいただいてましたけどこれさ、自転車と同じ空気入れの原理だったらめちゃめちゃ大変やね。これこのガスボンベっていうタンクにエアを入れるってということで、エアをこれで入れて、これあれだね、エアタンク自体 2,3 個作っといて余裕があったら、でこれ予備を持っておいて水中で取り替えた方がいいとか、そういう話になりそうな感じがあるんですけども、はい、ということで T シャツもですね、しましま T シャツをちゃんと着てですね、上下ボーダーっていうしかもこのボーダーのさ、幅と柄がちょっと若干違うから、なんかもう目がチカチカしてきそうなんですけど、ということでですね、昨日夜の間にですねちょっと潜って、スクラップを探しにこの周辺ですね、近所潜ってですね、スクラップを集めてきました。で少しは預けたんですけども、そこでですね、ラウンドガラステーブルっていうこのレシピと暖炉のレシピを拾いました。で、ワングハイリーフ、なんやねんこれ、これとあとシガー、あと装飾刀っていうのかな、これそれで合ってるのかな、これもゲットしてきました。であとね、ピストルの弾が見つかったのと銃の部品、だからね、重火器関係がちょっとずつね出てくるようになってきてるんですよ。でまあそんなこともありですね、戦いアイテムを預けつつ、次何するかなんですけど、ちょっと拠点拡張したかったから私はスクラップを集めに行ったんです。で敵がね、なんかだんだん強なってきてる気がするんですよ。だからまあね、いろんなものまだ作りたいんですよ今実際は、正直いろいろまだ作りたい。何これ、梱包箱とか、なんか置かれたオブジェクトインベントリー戻すために、おお、置かれたオブジェクトインベントリー戻すために使用されます。ちょっとなんか新しいの増えてるわこれ。え、設置したさアイテムこれ回収できる？いやあのね、拠点を拡張したかったんですけど、この設置物が回収できないなと思ってたんで、置かれたオブジェクトインベントリー戻す、これどうするの、使用する、おっ、え、これ使用、荷造りする、このオブジェクト内に置かれたアイテム破壊されます、バックアップしますか、確認、あー戻せる、ってことはこれちょっと一回取らなくちゃいけないけど、取れば回収できる的な、そう、これがしたかったんですよこれ。うわー、すげえ、みんな来た、梱包箱来た、これでオブジェクト回収できるってこと？やば、回収できるようになった。いや、これがやりたかったんですよ。この、でも飾りマークがなくなった、トロフィーマークがなくなったんだけど、これなんでだろうな。いや、そういうことなんですよ。これ、ちょっと待って、松明と回収できるこれ。できるこれ、アップで増えたんだよね、きっとね。あー、そういうことか。ありがとうございます。これができないから、ちょっと拠点拡張がなかなか進まないなと思ってたんですよ。いや、謎はすべて解けた。ってことはこの酸素ボンベ、これこっち側からもはしご登れるんじゃないか、そして、あ、登れるわこれも回収できるよね、荷造り、いくよ、ほい、あー、できたみんな、荷造りできるようになったぞ、これやば、神アップできた。あー、これがやりたかったんですよ。設置物系って一回設置するとさ、破壊するしか今まで選択肢がなかったと思うんですよ。よし、これでじゃあさ、これ解体するでしょ、ここ解体すると、これちょっと荷造りの方で解体できないのかな。あー、やっぱオブジェクトだけなんだ。あー、そういうことね。構造物にはこうやって解体して若干回収していかなくちゃいけないです。あ、ちょっと待って、じゃあごめん、今日レイアウト変えていい、拠点のこの大量のあるレイアウト今までワンルームでずっと生活してきたんですけど、いやー、これちょっと次の襲撃に備えてちゃんとね、拠点を今回作ろうかなと。で、まあ、せっかくウォーターワールドなんだから水の上で作りたいですよねっていう意見の方が強い、私の気持ちの方が強くて、まあ島、これだからここから桟橋みたいな感じ、モルディブみたいな感じにする、モルディブって意味をちょっと待ってよし、じゃあちょっとみんな建築していこう。で、金属の基礎強化じゃなくても、ここは金属でいい、もうむしろ木でもいいぐらいの強化なんですけど、これどこまでいける、これ海底にさ、あー、土台が伸びるんだ、すごっ、
深いところに建築した方がなんかお得感あるよね、すごい素材の量がさ。あーでもちょっと、あーそっか、スロープみたいなの、あそういえばトレーダーハウスにスロープできてからワンチャンスロープとかも釣れそうな。で、敵が多分泳いでくる敵と陸から走ってくる敵がいるので、やっぱ陸から来るやつらは全員ここの一本橋でやっつけるとして、まあ、とりあえず、集落化みたいな感じか、どうしようかな。これはちょっといろいろとやれることが一気にテンション上がっております。今まで回収できなかったオブジェクトがここに来て回収できるようになってますんで、このぐらい離れた場所、いつ泳いできそうだもんね。ここで、ちょっと待って、ここでだよ。まずは、床を基礎建築して、ここで基礎建築して、もう足りないスクラップ。いや、ちょっと待ってよ。めっちゃ使うやん、このスクラップ。でもまあ、これ解体すればある程度返ってきますから、これで解体しちゃって、これもうすぐ直取り。で、集めたスクラップももちろんあるんで、これでガンガンスクラップ集めるじゃないですか。でまずちょっと床作りからだよね。床作りと掘ったて小屋かな、やっぱ最初はね。ということで皆様大変お待たせいたしました。引っ越し完了です。新しく完成した拠点はこちらになっております。ちょごめんごめん、解体して頑張ってね、回収してテンション上がってわーってやってたんですけど、圧倒的にスクラップが足りないから、とりあえず荷物小屋いやさ、いやこれとりあえず今ある荷物全部詰め込んだんですよ、 こっちにね。チェスト作って持った、違うスクラップが全然足んないわ、ごめん。だからちょっと野ざらしベッドなんですけど、これは、いや解体したら多少はスクラップも返ってくるんですけど、 100% 返ってくるわけじゃないよね。なのでまあもともとここに拠点あったんですけど、ここね、ここ全部きれいに回収することができて、きれいに回収して、でここの桟橋ってなんやね桟橋伸ばしてモルディブ風にしたんですけど、ちょっと全然モルディブ風になってないですよね、そもそもがね。まあでもまあいいでしょうということで、とりあえず一旦荷物を置きたかったんで、ここにちっちゃくなったね、うちのナイトクラブもこれだけ置いといてっていう今これ襲撃に遭うわけにはいかないので、とりあえず寝て早く明日の朝を迎えたいの。寝れるじゃん、オッケー、おはようございます、どうもー。ということで、スクラップが全然足りないんで、ちょっとスクラップ集めだね。これ今でも出かけてる間にここ襲撃されてめっちゃ怖いんですけど、まあ、とりあえずスクラップがないことには進みませんから、はい。ということで、スクラップ集めいきたいと思います。ちょっと待って、スクラップ意外に集まらへんすわ。いや意外に、なんでかというとね、他のアイテム取っちゃうやっぱさ、ツールボックスとかさあるとそっち優先しちゃうじゃないですか、いつもの癖で。だからなんかいざスクラップだけ集めようっていう風になるとダメだ、邪念が働くまあとりあえずある程度取れは取れたんで、ちょっと待ってよ、ここで置いてと、はい。今回の収穫はですね、見てこれ、コルセットシートが手に入れちゃったんだけどより変態仕様になってるんです私ちょっと待ってあーやばい、インベントリー満杯で落としちゃった。コルセット C、 大事なコルセット C が、ちょっと待って、コルセット C、 取れた、あ取れました、ちょっとコルセット C、 アイテムが今パンパンなんで、一旦これちょっと布をちょっと下に置いて、コルセット C あはははまごうことなき変態スキニーパンツが手に入れたんだ。あーこれで、ね、ちょっと変態ですね。でもまあロングスカートちょっとなんかファッショナブルじゃないな、スキニーパンツの方がファッショナブルって、どっからどう見ても変態仕様になっておりますスカートよりでも、まあこれはちょっとお気に入り取っときましょう、お気に入りってとりあえずね、こうやってねやってっからスクラップが全然集まんないんですよ。まあとりあえずどんどん預けていきましょう。はい、じゃあわずかではございますが、一応さっきのね探索で、潜った時に取ったもので、ちょっと床がまだ足りないんだよね。ここ床を1個作るのに63の6、あーこれで10マス分で6個使うんですよね、1個で。まあまあなコストだけど、これでもまあ1周ぐらいはふかしたいですよね。前回 2×2 の拠点だったので、次はせめて 3×3 ぐらいにしたいんで、もうここを伸ばしてですよ。
こう。これで、3×3 で壁を立てたら1列。あーでも床は1周回したいっすもんね。いやってことはやっぱ 2×2 が一番いいんじゃないかっていう説も出てくるんですが、あーそっか、だからもう1周後ろ側に回すとなると、これまあまあやぜこれ、まあまあ使うでこれ。あほらもうなくなっちゃった。いやまだスクラップ。これそうこうしてるとさ、床だけ伸ばして襲撃来てここぶっ壊されるとか、そんなオチが見えてるんですけど大丈夫ですか、ふさごさん。そこだけ心配なんですよ今私、今唯一の心配といえば。ほら来た、言わんこじゃない。ちょっと待って、閉める。来た、泳いでくんならやっぱお前ら泳いできてる。ちょっと待って、やべ、上陸した。ちょっと待ってよ、どういう状態だ。あ床壊してんな。あーちょっと待って、ずっと俺のターンいけるかもみんな。ちょっと待って、これ強い、水上拠点めっちゃ強いかも。あ来てる。あ床壊してんだね。ちょっと待って、これは強いぞこの拠点。ねえ、これずっと俺のターンじゃね。ちょっと待って、あでもちょっと床壊してんだ、冷静にいかないと。でもあれだね、ボウガン、水中からボウガン撃ってくるやついたんだけど、それがあー強いかも水中拠点。あれあほら、あ ざまざま、今までよくもやってくれたなお前ら。あーマチェーテゲットした。なにマチェーテ持ってきてくれた。おいいいもんもんじゃんじゃん、マジか。あ鉄斧もくれた。ちょっと待って、どんどん武器がグレードアップしてく。ありがてえ。いやでもそれだけあれだね、襲撃の数も増えたりとか、敵もこれ多分強くなってくんでしょうね。あまた鉄斧の、あでも水中拠点強いかも、全員泳いできてたからもうあのただの的やん。ありがとうございます。ありがとうございます。いやーでもこれいいペースですよ、これやったら。ちょっとまあスクラップを今持ってきてほしかったな。まあでもこれでとりあえず明日までは、この拠点で大丈夫そう。次の襲撃までね、もうだからもう1回か2回ぐらい潜れると思うんですよね。これはどうしましょうね。アパートメント行ってこの1個左の新しいエリアでも探索しますか。この辺潜ってももうスクラップ落ちてない感じになっちゃったんですよね、周辺は。結構かき集めてきたんですよ。なので目の前に見えているあの給水塔のところからクエスチョンマーク、いや右にもなんかね、あの旗みたいな他立ってるところまで、あれも気になるけど、あれ人いそう、いや人いるなあれ、あそこいるな。いるから。ちょっと今は違うね、目的が変わっちゃうから、ちょっとスクラップをね集めたいだけなんです私は。ほら新しい場所を発見しました、村。おっとビレッジが、これはビレッジなんじゃない。ちょっととりあえず一旦潜ってみましょう。よいしょ。はい、サメは、サメいる、メーサーがいる、メーサーいないね。オッケー、ノーゲスで酸素タンク持ってきたんで、とりあえず車トラクター行きましょう。スクラップ取れるね、いい感じいい感じ。ここら辺もどんどん漁っての、でかい車いっぱい取れるけど漁るのに時間かかる。この漁るスピードが違うのは何だろう毎回。とりあえず私の目的はスクラップ、私の目的はそうスクラップ。そうだよ、ツールボックスとか他のアイテムには目もくれず、今私はスクラップを集めないといけない。そう、いいですいいです、誘惑に勝っております。スクラップ、いいね。そうだ、だってアイテムをさ見つけて持って帰ったところであれですもんね、しまう場所がないもん今ね、野ざらしでしまわなくちゃいけないから、そんな危ないことはないじゃないですか。だからここでしっかりとスクラップを集めることを最優先にしてですね、ほらスクラップある、いいね。お、これめっちゃ速い。なんだろう、このアサルスピードが違うのなんだろうな、なぜだ、なぜなぜ。これちょっと待って、これ1回2回吹き抜けで繋がってんのか。美味しいものボックスないですね。ついつい美味しいものボックスを探しちゃう。オッケー、ラグも手に入った。こっちの部屋は、あーいいじゃんここビレッジ、スクラップめちゃくちゃたまるな。でも大概私なんかね、これね1個あさる場所があるじゃないですか、こういう新しいエリアで1個必ずいいものボックスはあるって信じてるんです。だからここのエリアにもいいものボックスがあるはずなんです。これ1階建てまさかの、うわしまった、酸素無駄遣いした、1階建てだった。あーはん、
こっちかな、この小屋っぽいところ。あー、スクラップあるじゃないですか。ナイス、叩いていきましょう、スクラップ。これでもやっぱ拠点拡張 2×2 から 3×3 に増やそうと思った瞬間に急にだよ、急にスクラップ使うもんね。あー、ご飯 OK。 あとは、おっと、あ、これなんもないわ。いや、ここおいしいものボックスないんじゃない、ひょっとして。スクラップだけですよ、ひたすら。あ、やべ、酸素ボンベがもうなくなっちまうぜ。 OK、 回収回収回収。マジでおいしいものボックスないじゃん。え、どういうこと、ほんとないっすね。え、村大丈夫か。あーった、そこにツールボックス。私の目はごまかせない。まだインベントリーには空きがありますね。よし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 。結局おいしいものボックスに吸い寄せられるっていう、しょうがないですよねこれはね。はい、うーん、スベルトル、オッケー。で、こっちも、はい、ありますね。オッケーオッケー。スクラップメタルを回収。はい、で、向こうにもスクラップメタル見えてるから、これそんなないっすね、ビレッジは。スクラップ回収、うん、こっちへ行って、ここの中身、うん、ご飯系か。オッケー、まだ1列いける、まだ潜れます。あ、でももう酸素ボンベがなくなったんだ。これね、酸素ボンベの罠があって、罠って勝手に一人で言ってますけど酸素吸ってるじゃないですか、さっき。で、ボンベがなくなってからも同じペースで潜ってれるかなと思ったら、ボンベなくなってて半分になってるんですよ。半分以下ですよね、潜れる量が。こっちにも家あるんですけど、この中なんもないね。おやおや、この屋根が朽ち果ててるところの中はスクラップ。あー、でもスクラップあるわ。オッケー、ナイス。あさっていきます、ガンガンスクラップ。これバックパックパンパンで持って帰っても、なんだこれは、なんかあさる箱。何や何や、なんか牡蠣のマークついてる、牡蠣のマークついてる。ちょっと待って、スクラップだけかいいや、今の絶対いいアイテム出るかなとか思ったんですけど、思ったんですけど、カジキがいっぱいいるね。カジキは今のところ大丈夫かな。カジキもやれるときにやっといた方がいいかな。こんだけいっぱいいるから、これ鉄斧でも倒せそう。オッケー、こっちはこのでかいマンション系はいいでしょう、多分。ほら、これソファーかないね。あった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 、ナイス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 。スクラップ回収して、ほい、これは普通のキャビネットでぶっ壊す方。こっちからさらに下の階潜って、あるねあるね、ライフルの弾ゲットしました、みんな。ライフル、お、化学物質、化学物質、なんだ化学物質、体にまれそうだなこの海。ちょっと待てよ、マジか。なんか新しいアイテムゲットしました、みんな。ここに来て、村にビルが建ってて化学物質を手に入れた。なんだなんだ、ライフルの弾もゲットしましたね。だから普通の小屋よりこういうマンション系の下の階とかね、特にこういうところにいいものがあるっぽいですね。よしよし。あー、インベントリーがもう満帆溢れ返ってる。スクラップが、ご飯食べて、ご飯いっぱい食べとこ。今はスクラップを持って帰りたいの。よし、ひとしきり漁りきりました。家戻りますか。ってかもう見えてますね。結構近所に潜ってたんですね私。ちょっとまた夜になってきて、建築中建築中、今建築中だって。やばい、撃ってくる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 、しかも撃ってくる。やべえ、暗い暗いぞ。暗いけどいいね、この拠点使える。防衛に効いてる、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 防衛に効いてる。よしよしよし、いいかいいか、下打ち下打ち。オッケー、やってくれ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 。地上から攻めてきてるな、地上から来てる、あいつだ。オッケー、やったー。オッケーオッケーオッケー、やってない。一発当て一発当て、動くぞ動くぞ、あいつ動くな。オッケー、やったー。撃ってくる撃ってくる撃ってくる。おっしゃー、あって、なかなか硬い硬いな。水中にでもみんな潜ってますね。あ、これ下打ち。ちょっとちょっと、やった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 。暗い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 、また見にくい見にくい。オッケー、やれてない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 。俺でいいでしょ。オッケー、へっしょ。あと1匹、あと1匹。おしおし、これ毎晩襲ってくるようになってきましたよねえ。いや、まだいる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 わ。いや、違う、まだいるまだいる。壊さないで、うちの拠点。やばい、ちょっと待って。うん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 、オッケー。待って、ちょ、ほんとさ、暗い中襲ってくるのやめてもらっていい、マジで。今建築中なんです、こう見えても。ということで皆様おはようございます。もうね、建築始めたら一人で無言になってさ、ずーっと集中して、ああでもないこうでもないやり続けた結果、今度こそ完成いたしました。拠点はこちらでございます。どうよ
いやまだね、あの素材が全然足りないから、ちょっとまあ形的にはね、パッと見ノーマルな感じかもしれないんですけど、私のこのモルディブ拠点、これね桟橋をまずね渡りまして、こういう感じ。もう今回のテーマもシンメトリー にこだわっておりますから、見てくださいこちら。どう、あんまり大きくなっただけで、あの変わり映えのない、あの個性のない拠点かもしれませんが、このナイトクラブフサオ拠点ちゃんとね、ほら見てよこの入り口の門構え、これね、シーサーです。うん混合力士像じゃないけどシーサーね、これね、守り神です。これ馬じゃありません、これはシーサーっていうこと で右左やって、ちゃんとね玄関マットもあってですね、両サイドに照明もナイトクラブの看板もあります。規模拡大かな、 2×2 から 3×3 へと、こちらでございます。内装いかがでしょうか。ごちゃごちゃだって、いやこれがね意外にねごちゃごちゃと思いきやですね、そうでもない仕様になっております。一応ね実用性も兼ねてますから、まず右手側にですねこちらもうなんか物を置きすぎてさ、ぐっちゃぐちゃになってるんですけど、これ作業台です、研究テーブルですね。で研究テーブルで研究していろいろ作ったりとかするんで、すぐパッとアイテムが取れるようにチェストもこのように綺麗に並べさせていただきました。で、一番上がコンポーネント系で、その下がですね、これここにスクラップと木材系入れておこうかなと。棚はね一応置いたんですけど、結果こっちの方が使いやすいかなっていうところで、この左は、木炭系、多分木炭どんどん燃やすからこう溜まっていくと、まあこれ木材関係ですね。でこの上は余ったチェスト今入れておいております。一旦ねこれ引っ越しの際にこの金属のチェストとか木材のチェストとかバレルとかね、これ回収してって置くことがあったんで、まあ一旦木材のチェストにしてます。まあそんなに今まだアイテムはないので、でこの上こちらがですねアパレルです。やっぱさ変態たるものさ、ちゃんとこういうね服装とかは意識しないといけないと思いますから、はい、でこういう形です。でこの下に、ツールボックス作りました。これでコンポーネント使用するんですけど、1個ね、まあ他のボックスとわけわからなくならないようにパッと見すぐわかるように、入れ分けということで、一旦ここに大事なもの系入れてます。お金と、まあ、武器ツール関係、まあそこまで今あふれ返ってないので大事そうなものシリーズはここに入れてると。でその横にこの手動酸素タンクですね、ボンベタンクも、ここに置いてありますと。で反対側行くとですね、こちらがかまどで、ここグリルの下に食料木材チェスト。だからこれラストやってる人だったら多分わかると思うんですけど、あーあそこ置くよねみたいな感じで、ご飯系焼いたらすぐ下でね行けるように。でこれだと水ですね、水汲みと。で一応一番こっち側にですね木材とスクラップ用のやつ一個ずつ置いてますけど、多分チェスト使うかな。でど真ん中にやっぱベッドはセンターじゃないかなと思いまして、センターベッド、そして寂しくならないようにここにクマちゃんと、あと、この積み木のあの汽車、あとここにラジオ拾ったんでラジオ置いときましたっていう仕様ですね。でね一応ねこのね天井吊りの照明もここに設置して、でまあであとねこれね一応敵が襲撃してきたようにこれ窓つけたんです。でこの枠辺とかね他の家具が邪魔で周りあんまちょっと打ちにくいっちゃ打ちにくいんですけど、まあ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 、ここからちょっと若干登って上から撃てるかなっていう、ここからの方が撃ちやすいでしょ、横からより見えなくなるから。でこれ多分防げると思うんですよ敵の攻撃を。これででこれでも2階に作った方がいいかなってちょっと今思ってます。シューティング系は今とりあえず素材がないんですよ。だから今まだ2階は一応はしご作って、2階は何も作ってないです。うん、で前回の襲撃から考えるとですよ、陸からここら辺から撃ってきたやつが結構多いなってイメージです。あとは近接攻撃のやつらは陸からってか海岸海面か水から攻めてきたようなイメージがあるんで、ちょっとどうなのか分かんないですけど、これもちょっと様子見ながら、で素材が集まり次第これ2階をシューティングレーンみたいな感じでちょっと拡張していけたらなと思います。まあ今の段階でできることはなんとか 3×3 のウォーターワールドっぽい拠点が今回動画を1本使ってやっと完成することができました。